どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日はね、コートの事例なんですけど、ちょっと珍しいなというふうに、思う事例なのでご紹介したいなと思うんですが、クリーニングに、出した際にですね、今までなかったシミがついてきたんだというふうなことで、お客様の言葉をそのまんまお使いしますと、逆汚染というふうなことをおっしゃっておりました。逆汚染、まあ、ネットで検索していただければね、詳しく内容が出てくるんですが、まあ、普通の人は別に知らなくていいですし、まあ、知らない人の方が圧倒的に多いんじゃないかなというふうに思うんですよ。すごく汚れがひどいものと一緒に洗ったことによって、その液中の汚れがですね、綺麗なお洋服についてしまうとか、普通はその界面活性剤、いわゆる洗剤の類が入っているとですね、そういった再汚染防止、逆汚染防止の効果がありますので、どんなに汚れたものでもその汚れがね、汚れてないものにつくということはちょっと考えにくいんですが、その界面活性剤の濃度が低かったりね、まあ、原因はいろいろあるんですが、このお洋服の素材がね、化学繊維ポリエステル 100% なので、まあ、可能性としてはあるかなというふうに思うんですよ。ただ逆汚染というとですね、僕の思っている逆汚染のイメージと、お客様がその取ってほしいというシミがね、ちょっと違った感じなので、これはね、逆汚染ではなくて、まあ、ちょっと逆に汚れてしまったという意味で逆汚染といえば、まあ、逆汚染なんでしょうが、色移りなんじゃないかなというふうに思います。どのクリーニング店さんも何一つ得なことがありませんから、お客様からお預かりしたお洋服をわざと悪くしようなんていうの気は一切ございません。他店さんの作業内容を知る由もないですけども、でも可能性としてはですね、まさかこんなものからこんなに色が出るなんてというふうなところで言えば、まあ、可能性はゼロじゃないかなと。でね、パッと見分かるような色の段差があるわけじゃないですか。もう全体に薄く輪染みのような色の段差がありまして、これはやっぱ気になるだろうなと、厄介だろうなと。しかもクリーニングに出す前はそんなシミなかったんだというふうなことで言えばね、お客様は大変やっぱりがっかりしたんじゃないかなと思います。素材ポリエステル 100%、 裏地もポリエステル、そして若干ポリウレタンが入っておりまして、お洗濯表示的には水洗いが×印でドライクリーニングのみになっておりますので、やっぱクリーニングに出すべき、洗濯表示がついておりますと。それではね、綺麗にしてみたいと思います。はい、こちら仕上がりでございます。結果的にはシミゼロにすることができたので本当に良かったんですよ。シミ汚れだけを取って、そして、質感不安お色を損なうことなくできたので、大成功っちゃ大成功なんですが、めちゃくちゃ落ちにくかったです。いろんなね、どの薬をどう使えばいいんだろうというふうなことでも苦労しましたし、強い薬を弱く使うとか、弱い薬を強く使うとか、どの薬とどの薬をどの濃度で調合すればいいんだろうとかね、あとはその作業中にもですね、その薬を足したり、そして増やしたり、そして温度を上げたりなんていうふうなね、ことをやりながら、1回の全体処理で一網打尽できれいになったわけではなくてですね、洗浄力を変えながら何度も何度も繰り返し作業させていただいた結果ですね、このようにきれいにすることができました。いやいや、これはね、厄介です。まあ、逆汚染も厄介なんですが、色移りもちょっと厄介でしたね。でもどんなに、時間がかかっても綺麗になれば全てオールオッケーでございますので、やっぱりね、シミが取れなければどん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 洗浄力を重視して作業せざるを得なくなっちゃうんですよ。でもそんな風にやっても、ここまでだったら大丈夫だろうとか、予想外にこう色が持つなとかね、全然大丈夫そうだなというふうなことであれば、やっぱり落とせるシミというのはぐんと増えますしね。でもこれでね、全く気にすることなく快適に着ていただけるものと思います。まあ、余計なね、クリーニング代がまたかかっちゃった、シミ抜き代がかかっちゃったというふうなことかもしれないですけど、でも今のままでは着られないというふうなことであればね、そのシミ抜きに効果的な作業、つまり手間、適切な手間をかけて、もらえるようなクリーニング店さんを選ぶというのも大事なことかなというふうに思います。ご利用ありがとうございます。お気軽にね、ご相談してみてください。武田クリーニングでした。